坂木原康政。坂木原康政は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、上野国立林藩の初代藩主、徳川氏の家臣、安政流坂木原家初代当主、徳川四天老、徳川十六新将、徳川三傑に数えられ、現在も家康派行の行進として検証されている。坂木原氏は、 三河二騎士の一族とされ、後に伊勢国一市軍坂木原に移って坂木原を称した。後に伊勢に残った本家筋の系統と三河に戻った分家筋の系統があったことが知られ、三河に戻った系統でも対等してきた松平氏の直進になった系統とそれ以外の系統が存在していた。安政の系統は松平氏不大家臣の酒井忠敬に仕える陪心の 家柄であり、文家筋でも有力な存在とは言えなかった、安政の系統が、伊勢の坂木原氏本家から直接分立したのか、松平氏直身身分となった坂木原氏分家からの分立なのかは不明である。天文十七年、1548年、坂木原長政の次男として、三河国上の号、現在の愛知県豊田市上里町に生まれる。 幼い頃から勉学を好み、書を読んで、字も大変上手かったという。十三歳の時、松平元康、後の徳川家康に見出され、故障となる。三河一向一騎沈圧戦で初陣を果たし、家康から武功を称されて、康氏の字を与えられた。安政は兄、榊原清政を差し置き、榊原家の家督を相続しているが、 理由として、清政が、謀反の疑いで切腹した、家康の長男、松平信康の森役であったことから、後悔の念で、自ら隠居したためとも、清政が病弱であったため、たびたび安政が名城を務めることが多く、それゆえに、安政が家督を継いだとも言われるが、未だ定かではない。ちなみに、家康が関東に違法された後、安政は、たびたび清政を見舞っている。 A69 年、1566年、19歳で、元服。同年齢の本田忠勝と共に、旗本先手役に抜擢されて、よりき50期を付属される。以後も、家康の側近にあって、旗本部隊の将として活躍。元気元年、1570年の姉川の戦いでは、朝倉軍の側面攻撃で多大な武功を立てている。元気三年、 1572年の三方ヶ原の戦いでは、家康撤退時に安政は、浜松城に入らず、昼間のうちに浜松城に入れなかった三方兵を呼び集めて、夜を待ち、一斉に兵に声を上げさせながら敵陣に駆け入らせ、動揺し逃げ惑う武田軍を瓦解させてから、浜松城に入ったという。天正三年、1575年の長篠の戦いでは、決死の覚悟で、 徳川本陣に突撃してくる内藤正豊を本田忠勝と共に戦って家康を守ったという。天正九年、1581年の皇天神城の戦いでは先陣を務めた。翌天正十年、1582年の本能寺の変発生後の家康の伊賀越えにも同行している。天正十二年、1584年。 家康が信長の死後に頭角を表した、橋場秀吉、後の豊臣秀吉と対立し、小牧、長久手の戦いに至る。この合戦で秀吉の甥い、秀次の軍勢を、ほぼ壊滅に追い込み、森長吉、池田恒興を討ち死にさせた。また、江戸時代に成立した、反官府によれば、安政は、秀吉の織田家の乗っ取りを非難する檄文を書き、これに奮怒した秀吉は、 安政の首を取った者には十万国与えるという、触れまで出したという。この後、二人は和解している。詳しくは、人物、逸話を参照。家康と秀吉が和睦すると、京都への使者に立てられる。天正十四年、1586年11月、家康の上落に随身し、家康は同月5日、肖像くらいに少女し、安政は同月9日。 十五位した、四季部大輔に助任され、豊臣政を下しされた。天正十八年、千五百九十年、小田原征伐では、徳川軍の先手を務めた。同年、家康が関東に違法されると、関東総武行として、本田正信らを監督し、江戸城の修築に努める傍ら、上野国立林城、群馬県立林市に入り、忠勝と並んで、過信中、 第二位の十万国を与えられる。立林では、堤防工事、利根川当選工事の一環や、街道整備などに力を注いだ。慶長四年、1599年頃、石田三成が、伏見館の家康を襲って中殺しようとしているという動きがあったと言われ、安政は情報を得て、すぐに家康のもとに派生参じ、守ったという。このすぐには、館に入らず、 東国から押し寄せた家康を守る兵の数を少しでも多く見せようと考え、関所を設けて人々の往来を制限。それと共に兵を計伏見、淀に送って、今家康の兵十万が東国より来て陣を取っており、兵糧を買い付けたいと言って、兵糧として石飯、饅頭、餅、酒を一つ残らず買い取ると触れ回ったという。慶長五年、六百年。 関ヶ原の戦いにおいては、主力の徳川秀忠軍に軍艦として従軍し、中仙道をたどり美濃国を目指すが、後天で、家康からの新発命令を携えた使者が遅れ、信の上田城、長野県上田市の真田正幸詰めを中止し、美濃に向かったもののやはり後天で、秀忠と共に合戦に持参する、上田合戦。反感府によれば、家康は、秀忠の失態に激怒したが、 安政の取りなしで事なきを得て、伏見城での対面が許され、秀忠は安政に大変感謝したと言われる。また、安政は秀忠に対して、上田城攻撃を止めるように進言したとも言われている。関ヶ原の合戦の後に老中となるが、所領の画像はなかった。家康が冷淡であったとする根拠の一つとして、武功破家心で大きな失態のなかった安政を躊躇なく、 遠ざけたことを挙げることもあり、安政らはこれに憤慨していたという説もある。別に、安政が次の世代の本田正信、大久保忠隆がすでに老中となっていたため、老神権を争うは、亡国の兆しなりと言い、自ら離れていったとする説もある。一説には家康から水戸に家造天保を打診されたが、関ヶ原での先行がないこと。 立林が江戸城に参勤しやすいことを理由に断ったのだとも言われる。家康は安政の態度に感銘して安政に借りがあることを神に近い証文として与えた。慶長八年1603年には大御国に在郷領として五千国が加増されている。慶長十一年1606年5月6日に盲農園をわずら約十14日御国に 立林にて死去。安政に恩ある秀忠は病床にある安政を見舞うため、医師や家臣を発したが、その甲斐なく五十九歳で没した。長男の忠政は、母方の大須賀家を継ぎ、次男の忠長は溶接していたことから、家督は三男の交渉が継いだ。大正四年、1915年11月9日、造成四位。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。